皆様、こんばんは。今晩の相場展望、チャート分析編をお届けしたいと思います。今日は、日銀の現状維持がありまして、マーケット右往左往した後で、ちょうどロンドン勢のもう発狂したような買い上げの後、いきなりのもう暴落に近いような下落、さらにはもう一回買い上げるなどですね、乱高下をしております。基本的には、日銀の要するに金融政策決定会合の前にポジションの調整が入って売られておりましたが、日本勢はほとんどの人間が多分今回は現状維持をイメージをしていたと思いますが、一部の海外勢がイールドカーブコントロールの修正が入るのではないか、やはりそれで、性懲りもなくですね、懲りもせず、ドル円ショート振って、見事に砕け散った相場だったかなというふうに思います。今晩でございますけど、一旦はですね、この日足完全に上に抜けて、504、昨日の高値までつけられずに40から一旦崩れましたけど、下がったところは買いでいいんだろうなという気はしております。で、まずですね、自分とすれば、140円台の前半まで下がることはそれはないだろうというふうに踏んで、自分でもですね、一旦140円の70で、今日は買いを。その代わり140円の40で損切りを、ここで入れたいと思いますね。よっこいしょ。140円の70というのはちょうどここになりますが、損切りを40で、そして、利食いを1の30で入れてみたいなというふうに考えております。こういったところですね。なので、もしこれがずるっと下がって140円の40、要は、ここで一回反発して次の戻りがつかなかった40です。こういったポイントをもう一回抜けてきた時っていうのは結構前年戻しをしたりすることもあるので、やはりここでは切っておこうというふうに考えております。あとはこの141円の30ですけど、もしこれ利食いって言いますかね、140円の70がもし入ったとして、週末ですからオーバーナイトで持ちたくないわけです。一応指しておきますが、届かなかったらもう利食えるものは利食って今日はノーポジで眠るというのが一番いいかなというふうにイメージをしております。次は、ユーロドルです。ユーロドルですが、朝方は私1.09の15で、このあたりで買いをイメージをいたしました。で、全く下がらずにですね、ずっと上で推移をして、高値が1.09の62までやりましたが、同じくその1.09の15は買いを入れてみようと。同じ水準です。1.08の85で、このあたりで損切りを。これ一番この1.08の816で一回つけて、一回反落した後の次の戻りの85あたりから加速して1.09を超えていったので、ここで切ろうかなというふうに考えました。で、1.09の55で、リグーという現状レートぐらいですね。要するに、あんまり上まで利食いを引っ張らないという感じでイメージをしております。次はユーロ円です。ユーロ円以下、黒線はすべて今日は、指し値を入れておりません。もう本当にこれは今日の5分足見てもそうなんですけど、ちょうどこの日銀で、現状維持が出て、一回跳ねた後、すべてロングの利食いっぽいものが入って落とされて、その後、じわ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 上がっていって、この午後3時半ぐらいからですね、本当にドル円が跳ね始めて、ロンドン勢が出てきてから相場の流れが変わった感じがいたします。欧州勢の早出の欧州はそれほど買ったわけではなかったと思いますね。で、ロンドン勢一回買い上げて、振り落としてもう一回買ってみたいな形で何度かやってますので、結構、怪我人もいるんだろうなという気がしております。ユーロ円でございますけど、一応、推しを買うとすればですね、こちらの方はやっぱり、このあたりで154円の、そうですね、10ぐらいですかね。154円の10で、ちょうどこのあたりですね。この辺で買って、154の10、
買って、153円の、そうですね、この80ぐらいでは、この5分足で見てもですね、私、結構5分足の雲とかも見るんですけど、ちょっと雲抜けてくんで、この辺り、ストップが出そうという気がしますし、そうですね。なおかつ、この辺の安値をこう一回止めたポイントでもあるんで、153の80ではストップを。ロングの利食いは154の10で買ったらですね、やっぱり5円、154円の、この50近辺が今ちょうどボリンジャーバンドのセンターラインになりますけど、この辺りで利食いたいなというふうに思います。154円の、今日日中70台、71までやってますけど、まあ、あんまりね、ここが70だったかな。で、もう一回5時過ぎに71までやったんですけど、まあ、あんまり高いところまで引っ張りたくないので、利食いを154円の、50ぐらいで入れておきたいなというふうに思います。次はポンドです。ポンドドル。最初、時間足見て。まあ、本当に強い状況ですよね。いや、安値、こう、下がってきたら1.27の、65近辺は、買ってもいいのかなという気がするんですけど、65を買って、もしダメで、5045潰れるようでしたら、損切りを。1.28の、まあ、乗っかったところはやっぱり重たいと思いますんで、これもね、178で止まってますからね、トレンドが上昇だとしても、やっぱり、リグっておきたいなと、1.18の20でイメージをしておきます。ポンド円です。ポンド円に関しましても、十分に引きつけて、買い場探しをしたいです。一回180円の、この80円割れたあたりぐらいですかね。80円手前を買うというイメージもありますけど、もう一段下がったところ、179円のダメ元で、85で、9の85でイメージしてみたいと思います、買いを。で、179円の、これはもう明らかに、この、そうですね、170、9円の、この85、このあたりを買った場合ですね、まあ、少なくともこれやっぱり50切れてった時にダメでしょうね、ここね。ストップを例えば、179円の、48とかにちょっと刻んで、45よりもちょっと上、50の下でストップを刻んでおきたいなと。で、179の85もし拾えるようでしたら、一回180円台の、この25ぐらいですかね。を、利食いのイメージ、ちょっと上値も重たいですからね、持ってみたいと思います。あと、オージーです。オージーに関してやっぱり引きつけて、0.68の60割れてくると一瞬投げっぽいのが出るかもしれないんですけど、0.68の55で、買いを。0.68の、このポイント20ですね。ストップで。そして0.69台。この、ね、ちょうど0.68995で止まってますけど、やっぱり0.69の手前で、6895で、テイクプロフィット考えてみたいと思います。6895ってここですね。ちょっとこの辺りですね。OGN です。OGN もやっぱり下がったところ買いたいんですけど、96の70買いで、96の
96のやっぱり4丸ですね。ストップで。そして97円の直近高値で、なあ、26ですけど、もう少し引き付けた3号あたりで、利食いを、イメージをしてみたいと思います。次は、ニュージードルです。ニュージードルも時間足で見ると、まあ、一旦は下げそうなんですけど、下がってもこのあたり、0.62の10ぐらいは、結構ビットかなという気がして、6210の、このあたりですね。6210の買いを入れて、6180。ここで、時間足の雲割ってきますんで、6180で切る。で、ロングの利食いは、0.62の50の手前でダブルトップ打ってるんで、0.62の45あたりで、利食いを考えてみたいと思います。そして、ニュージー円ですが、これもやっぱりね、きついですけどね、87円の65。買って、87の65を買って、87円の30割れですかね、30ストップ。そして、88の10で、利食いを考えてみたいと思います。ドル円がまた、今141円を割りそうな雰囲気で下がってまいりました。いや、本当にこれ、ロンドン勢すごいですね。いきなり上持ち上げといて、そのロングみんな今度は切らせるような売り。で、もう一回持ち上げといて、またここから売ってくるというですね。まあ、全部が全部オペレーションうまくいってるとは限りませんけれども、まあ、かなり、マーケットをこう、非常に動かしてくるロンドン勢だなと思います。ちょっと流れに乗れないなと思ったら、まあ、週末ということもありますんで、今日はあまり無理されない方がいいかなというふうに思います。ということで、まあ、本当に今日はですね、日銀の金融政策決定会合、マーケットで思われていた通り現状維持をそのまま継続でございましたけど、その割になんかあまり儲かってないなという気もしないでもなくてですね、ちょっと不甲斐なかったなという気がしております。追いかけてやっぱり高値買えなかったっていうのは、この途中の3時半以降ですかね。この140円台の後半からこの40までの50銭ぐらいが、なかなか参加できなかったのがちょっとやっぱり痛かったなという気がしております。ということで、はい。本日といいますか、今週もいろいろありがとうございました。夜はまだ時間もございますので、またお取引ございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。本日の、今晩のですね、海外相場展望、チャート分析編でございますが、この辺で失礼させていただきたいと思います。流動性の、まあ、低下には十分注意をしつつ、海外時間もある程度ニューヨーク勢が入ってきたあたり前後はですね、狙ってみても面白いかなというふうに考えます。それでは、良い週末をお過ごしください。それでは失礼します。